フランスにある同名の町コニャックから名付けられたブランデーの一種。シャラント県及びシャラントマリティーム県におけるコニャック周辺のワイン生産地域で産出される。品質が良いことで知られ、同国のアルマニャックと共に高級ブランデーとされる。生産にはアペラシオン・ドリジーヌ・コントロレの認証が与えられている。アペラシオン・ドリジーヌ・コントロレの認証を得るには、その生産手法と商品名称において法で定められた一定の条件を満たすことが求められている。原料には主にユニブランが用いられ、伝統的な銅製のポットスチルを用いた単式蒸留を2回一定られたアルコール度数 70% 程度の蒸留分をリムーザンもしくはトロンセ産の多くを使用した熟成損で最低でも2年以上熟成する。ほとんどのコニャックは法的に定められた最低熟成年数より大幅に長い年月を樽の中で過ごす。そして最後に水で度数 40% に希釈して製品とする。色付けに少量のカラメルを添加することもある。コニャックはブランデーの一種であり、蒸留を終え熟成段階に入るとオードビーとも呼ばれる。指定された栽培地域のいずれかで生産された白ワインを2度にわたって蒸留し生産される。コニャックの生産に用いられる白ワインは非常に辛口で酸味が強く淡白であり、ほとんど飲めたものではないと評されるほどであるが、蒸留と熟成の面においては非常に優れたワインである。このワインはクリュと呼ばれる栽培地域において厳格に定められたブドウの品種リストからのみ、作り上げられる。正真正銘のクリュとしてみなされるためには、ユニブラン、フォル、ブランシュ、コロンバールの3品種が最低でも全体の 90% 以上であることが求められる。また、ホリニャン、ジュランソン、ブラン、メリエサンフランソは、セレクト、モンティル、セミヨンに限り 10% を上限に使用できる。クリュとして表記しない場合については、より自由な品種の使用が認められている。コロンバール、フォル、ブランシュ、ジュランソン、ブラン、メリエサンフランソは、モンティル、ユニブランの6品種が最低でも全体の 90% 以上であり、ホリニャンとセレクトの使用は 10% が上限となる。コニャック蒸留用のポットスチル圧搾により得られた、ブドウの搾汁は2から3週間の間寝かされ、地域由来の天然酵母菌の作用により、糖がアルコールに変化する。この時点で 7% から 8% 程度のアルコール分を有するワインとなる。この際、砂糖や硫黄の添加をしてはならない。蒸留には伝統的なシャラント型の銅製アランビックスチルが用いられるが、これについても設計や寸法に法的な制約がある。蒸留は2度にわたって行われ、結果的に約 70% のアルコール分を有する無色の蒸留酒が出来上がる。蒸留を終えた後は、リムーザン産のオークから作られた樽で最低でも2年の間熟成させることで市場に売り出すことが可能となる。概して、アルコール度数 70% の状態で樽に入っていて、酸のオーク材や空気との相互作用により毎年約 3% のアルコール分と水分が蒸発する。これは、現地フランス語でラパールで残酒と呼ばれる現象である。アルコール分の消散速度が水分のそれよりも速いため、時が経つにつれアルコール濃度は 40% 程度に落ちる。コニャックはその後、ボンボンヌと呼ばれる大きなガラス製カーボイに移され、ブレンドに使用されるその時まで貯蔵される。オークソンは50年経つと風味に寄与しなくなる。通常の場合、ブレンドにはそれぞれ異なる熟成年と異なる栽培地域のオードビーを用いる。オードビーのブレンドは単一のオードビーのみからは得られない複雑な香りを獲得する上で重要な作業となる。それぞれのコニャックハウスにはブレンドを担当するマスターテイスターがいるため、一貫したハウスのスタイルと品質が保たれている。この点に関してはウイスキーやノンヴィンテージのシャンパンにおけるブレンディングと似ている。ギヨンパンチュロやモワエなどのいくつかのコニャックハウスでは異なる。熟成年のオードビーをブレンドしないため、いわば、より純粋な香りに仕上がる。アペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ認定地域には、自分たちのブランドのコニャックを売る小規模なワインヤードが数多く存在する。異なる熟成年のオード B をブレンドする点においては同様ではあるが、単一のワインヤードによるコニャックであるため、生産者の趣向によって年ごとにわずかに異なり、有名商品の出来を予測しにくい面がある。こういった小規模生産者は、個々のバイヤーやワインディーラー、バー、レストランなどに受注量に応じて出荷し、残ったものは大規模なコニャックハウスがブレンド用に買い入れる。大規模コニャックハウスの中には、彼らの商業的な成功に促される形で、単一ワインヤードによるコニャックの生産を開始したものもある。コニャックは、その熟成年の度合いを基準に等級が分類される。基準となる熟成年とは、すなわちそのコニャックのブレンドに使用した、最も若いオード B の熟成年である。なお、全国コニャック事務局が公式に定めるコニャックの品質等級は、以下の通りである。コニャックの等級名が英語で表記されるのは、歴史的にイギリスへの輸出が盛んであったためである。コニャック地域の地図コニャックは、クルと呼ばれる、ブドウの栽培地域を厳密に定義した区画によっても分類されている。区画ごとの独特な土壌や小気候の影響を受け、固有の特色を持ったオード B が作り上げられる。コニャック生産地域のシャンパーニュは、北東にある同名のスパークリングワインの産地である、シャンパーニュ地方とは全く別の地域である。ただし、どちらも白亜系の土壌に関する語源からの派生語ではある。200近いコニャック生産者が存在するが、2008年の概算によると輸出されるコニャックの大部分が、クルボアジェ、ヘネシー、マーテル、レミー・マルタンのわずか4ブランドからのものである。アペラシオン・ドリジーヌ・コントロレの基準を満たす、その他のブランドには、バッシュ・ガブリエルセン、プラスタッド、カミュ、ラ・フォンテーヌ・ドラ・プイヤード、シャトー・フォンピノ、デラマン、ピエール・フェラン、フラパン、ゴーティエ、ハイン、マルセル・ラニョー、モワイエ、オタール、ミュコー、クロアーゼなどがある。ありがとうございます。